川鍋行水は、明治時代から、昭和時代初期の日本画家、浮世絵師。桃福図、川鍋共済記念美術館像浮世絵師で仮の葉の絵師であった、川鍋共済の門人で、共済三番目の妻地下との間に生まれた長女。名派とよ、はじめ、赤月勝とゴ須。江戸生まれ。数へ五歳の頃、父に、柿に、との図の手本を与えられ。 日本画の手ほどきを受け始めた。赤月緑はこの手本を生涯大事にしていたという。17歳の時には第二海外国会画共進会に出品するまでの実力を備えていた。川鍋教祭へ日記には再色を手伝ったり、時に大稽古に出かける姿がしばしば描かれている。その後も明治20年代にはいくつかの展覧会に出品し、 その彩色を評価され、内国絵画共振会や内国官業博覧会で入選する。明治21年と佐派、住吉派の絵師三名官儀に弟子入り、父の仮の派とは異なる流派を学び、明治22年22歳の時に父教祭と死別している。明治24年、美術展覧会に川辺豊として、歌人英楽数を出品し、法上に等を受賞している。 明治29年日本美術協会会員にもなっている。明治35年、東京女子美術学校開校の翌年、父の弟子だった島田智春の代わりに初の女性教授となる。この時の教え子に山明敏子がいる。この間、明治40年代までは、西紀絵や刺絵本も出版するなど、画家として幅広い活動を繰り広げていた。 しかし明治40年娘の誕生以前に女子美術学校を退職する。生来の控えめな性格も手伝ってか、展覧会活動等は少なくなり、両家の子女や画像に関心を持つ趣味人に教える個人教授が活動の主体となっていった。赤緑は盆石、古月園残留家元という一面もあり、画家らしく白車を染める、色砂や砂を盆に貼り付ける、 止め綱に工夫をしたという。しかし晩年、家元株を有力な門弟三人に分け与えたという。昭和十年で稽古先で、脳一血となり、死去。去年六十八。改名は、王坊陰苗劇日報大師。柳和臨時、東中正幸院に葬られる。赤月緑は、父の画風を受け継ぎながら美人画や脳画を、よくしたが、その作品は少ない。 浮世絵研究者、飯島巨人は、沖縄の筆と比べてほとんど異なるところなき画ごとし、最も彩色に長ゼりと評している。作品としては、正規、七福神達度地図などが挙げられる。七福神達度地図は三枚、続くの絵で、大黒天が、エビス、樹老人、お亀の前で、達の絵を描いている場面を描いている。また肉筆で、桃福図と題して、 多くのお多福の絵を描いている。地獄大雄図は、泉国境の高須町の遊郭にいた遊女の地獄大勇を描いており、この地を訪れた一級和尚が、聞きしより見て、恐ろしき地獄なりと読みかけると、かつくる人も落ちざらめやもとつけくした才女であったと、言われる。諸派を学んだ赤月緑であるが、弟子の奥また数か,から何派を名乗ればいいかと、尋ねられると、即座に、 仮の派ですと答えたという。門人に、佐藤明寛、綾部行月、奥間忠和がいる。女才やコンドル山口誠一役、河辺京菜岩波文庫、P278。河辺京赤暁水田、千句の絵師の魂。父子で挑んだがの真髄、P176。山下雄二監修、中町慶子監修、執筆、特別展。 上村松園生誕140年記念松園と華麗なる女性画家たち山種美術館2015年4月18日 pp8123ISBN 978から4から90万7492から05から2展覧会図録ありがとうございます